西村平太郎3月30日から1935年9月13日は日本の政治家。愛媛県長浜町町長を21年、愛媛県議会議員を16年務めた。愛媛の水産界に大きな影響を与えたとして、水産業界の父とも言われている。1905年5月25日、総監号が発行。編集権発行人。 西村平太郎発行所、北郡町浜町長浜港636番地支部機会、出版部印刷所、西岩郡淡田浜町44校の活版所、定価線、一部7000、しの存在は、後世しばらくの間確認されていなかった。この廃止が出版されていることは、愛媛大学の和田刺激名誉教授が指摘していたが、教授が、終戦直後、 古本屋で手に入れた一冊のみしか見つかっていなかったためである。ところが、1978年5月、長浜高等学校の茂松昭三教諭が、松山市ハブの村上清月邸にて12冊を発見した。これにより、現存するしぶきは以下の12種である。明治38年6月発行第1巻。 第2号明治38年7月発行第1巻。第3号明治39年2月発行第1巻。第8号明治39年3月発行第1巻。第9号明治39年5月発行第1巻。第10号明治39年6月発行第1巻。第11号明治39年7月発行第1巻。第12号明治39年9月発行第2巻。 1> 第1号。明治39年10月発行第2巻。第2号明治39年11月発行第2巻。第3号明治40年1月発行第2巻第4号。明治40年2月発行第2巻第5号1894年。松山に発足した、昭風会が、俳句会を続けており、正岡四季がこれを指導した。そして、新派俳句。 日本派俳句の、ほととぎすが、明治30年創刊され、翌年東京へ移った。四季の死後も、地方廃壇、中でも松山は、四季の残した、小風会を中心に、村上清月、野間総流千葉仮想、森田来子宮などが、俳句に情熱を注いで盛んに句会が催され、盛り上がりを見せていた。ところが、 その作品発表の場としての廃止がなかった。区会は各地で催されるが、印刷してこうにするものが、地方にはなかったのである。しぶきの発刊は、その穴を埋めるものとなった。森西有権は、近々出版せらる、と聞きしより、語尾名を忘れるのは、ザリし雑誌しぶきは、今や親しく我がおぎり上にあいみゆるごととなれり、 もちろん書簡のこととて近々四ページに過ぎざる一、小冊しなれば未だその主張考量の名辺に損する、やはえって聞くべからずといえども、文学趣味の貧積追飛国ならんとするの秋、大しく個々の声を、若かも愛するが聖夜の一角にあげしは、すでに豪に沢とするところなり、何んぞ歓迎せずして必ずやと記している。第一巻第九号には、石川老月が、 内藤なる、雪沖縄を、東京の自宅に訪ねて、沖縄区地方で、雑誌発刊は、なかなか容易なことではない。ホトトギスの昔は松山であるが、売り数300部に足らずために廃刊とまでなりかかったを、巨師らが競技の上、色紙誌に頼み、東京に移すことになったが、すると今まで300部売れなかった雑誌が、一約3000部の売り数になって、今年などの諸冊は5000部以上の売れ高だ。 田舎で発刊するの困難はこれでわかる。君等もしっかりやりたまえなどの記事がある。トーク者を呼び、戦者の中で注目すべき人物には、次のような人がいる。内藤明節、島田五光、村上清月、野間総流、千馬佳総、森田来志休、峰青蘭落村雨宮脇江野木村、山田安志、末光、河津人、木原漁林、などである。 西村は、愛媛県の漁業振興に尽力した。愛媛県水産会製品検査主事であった、長尾忠志史郎が、愛媛県水産会機関紙でその功績をわかりやすく、まとめている。愛媛県水産会機関紙第35号校西村会長追悼号1921年の、水産会法の施行に伴い、1922年4月、 愛媛県水産会を設立し、副会長に就任した。水産物製品検査水産物、販売アッ事業漁業遭南共済事業出業、奨励事業漁業者、移住奨励事業河川漁業被害小儀調停及びその、補食事業公有免税許可申請事務の、外交沿岸漁業の利用構成対象11年2月11日、北水産会を設立し、 会長に就任した。あゆの人口負荷放流水族館の設立船だめの、春工地区磯の設置副業の、省令水難級護船の建造専用漁業権の、利用調整小木の調停漁業、組合制度改正漁村金融改善施設。ありがとうございます。